モデルやってます。週に1回とか行く時はありますね。あのトリートメントとか撮影の前とかはメンテナンスできたりとか、でもカットは必ず定期的に3週間に1回とか。最初雑誌の企画で髪の毛切ってもらって、でそこからなので1年半とかですけど、もう山本さん以外に切ってもらいたくないぐらい。だいたい表参道に週6ぐらいいるかもしれない。本屋さん行って、で本買って、で行きつけの喫茶店で読書して、だいたいそこでダラダラしてるって感じですかね。結構考えることが好きなので、まあ、日常から考えやすいんですけど、いろんなこと考えてるかもしれないです。ビームスのプレスの河野さんとお会いして、でランチする仲になってっていう、そこからですかね。でももともとビームスは前から来てたんですけど、でそれでこうよりビームス着るようになったっていうのは、はい、レイビームスのディレクターの浜中さんもその靴のコラボのきっかけで会って、それからまあ本当にルックのことだったりとか、すごいこうよりこう近くなって、そもそも自分の着たい服とリンクしてるというかタイプなんですよ。なので着ていてテンションが上がるというか。陶芸やってますなんかいろんなもの作ってますよ、みんな。だからなんか渋さがあまりないっていうか、みんなに。なので私もなんかハートのモチーフの壁掛けのやつを最近作ったりとか、本当にこうイメージでいう陶芸の枠を超えて自由に今作ってる最中です。作ることは昔からすごく好きで、絵本も描いたし、あと刺繍とあと写真も撮るので、写真も個展できたらいいなとか。でその中でまあ陶芸とかももうちょっとこうクオリティを上げてみんなにプレゼントできるようになったらいいなみたいな感じで、今なんか自分の引き出し重ねてる最中です。